まずスタートは台湾だったと。台湾で少し勉強した中で、じゃあ次はということで、じゃあアメリカに向けて、まあ、輸出をしていこうと。でそうすることで、閑散期と言われる、暇な時の、生産量を賄えるんじゃないかということで考えたのが、まあ、きっかけですね。で、できる限り添加物は使わないように、保存料は使わないようにということで作ったのが当社のどら焼きで、生産量が日本一になりました。日本では有名な抹茶関連の商品になりますけれども、抹茶だけの色だと会食する色が変わる、何よりも原価が上がるという、そういったことから特にアメリカに関してははっきりと口なし色素がダメということもありまして、花からアメリカで認められる合成着色料を使った抹茶味の商品開発というのをスタートしております。膨張剤に関しても日本で使えるものと海外で使えるものっていうのがやはり違うっていうのが、輸出を当初する際に国によってありました。海外向けのどら焼きはじゃあ全部海外スペックの膨張剤に切り替えようということでスタートしています。今度は日本も結果的に膨張剤も変えてコスト削減にもつながって、まあ、価格を抑えて商品を作っているということにつながっているんじゃないかなと思います。世界各国でも使えるような添加物っていうのを作っていきたいなっていうふうに思います。そのために原材料メーカーさんと一緒になって世界最強のどら焼きが作れるような協力者を求めていきたいなというふうに考えてます。マルキョウ製菓にとって輸出産地作りとは和です。一人一人ではやっぱりできないことをチームジャパンとしてみんなで一つになって力をつけて世界に出ていきたいという思いを込めた和、つながりの和にしています。